でもそれ買ったの俺10万なんですよ。10万大宮のハードオフで。ハードオフで、うん、うーん、マジっすか。そう、まあ、9万9000なんですけど。大宮のハードオフ。これ、マジっすか。これ10万で買ったの。だってソニックそんな値段の時ないですよ、ね、いや、あるんすよ。何年前？ね、2020年ぐらいかな。2020ってコロナ禍の時？そう、ついこの間じゃない。確かに、うん、この間だ、うん、そんな時に、うん、今だってオフモールかなんかで見て、今だってね、24-5万もするんじゃないかな。今ね、そう、最近ね、あの適正価格になりつつあるんです。その人に小川さんたくさんのお金かなと。3弦低いんだ、ピックアップ。ああ、うちの空と対決そうかな。パンオジピックアップ、うん、3弦低い。ああ、そう。やっぱ考えること一緒なんだ。あれ、じゃあそこのフェンダーは違うってことなのかな。これはヴィンテージタイプっていうか、うん、3弦が高いよね。こっちも、こっちはまだあれか、全部大体一緒ぐらいなの。でも3弦高めだよね。さすが小川さん気づきますね。いや、この3弦がさ、昔巻き弦だったからさ、はい、遅かったから、はい、っていうのかな、巻いてある芯が、はい、あ、それでちょっと高くしてたけど、今はもう、うん、プレーンになっちゃったじゃん、はい、でもって、しかもこの R が徐々に平らになってきつつあるのに3弦だけ高いからより強調されるとかって。あ、なるほど。ダメスタと例えばこういうのだよね、240とかさ、はい、もっと300ぐらいの R になってるにもかかわらずヴィンテージピックアップが乗ってると3弦だけ強調されるみたいな、はいはい、ってファンコイルさんのホームページに書いてあった。あ、そうなの、書いてる、うん、そうすると、ね、こう流行りとともに、流行りというかスペック仕様が時代とともに変わって、うん、それに合わせて、そう、だからさ、ここ特にさ、これがね、これが超うるせえのよ、ここ高いと、はいはいはい、ここがこれとかで弾くと、はい、そこまで違わないかもしれないけど、俺の持ってる東海のさ、はい、ストラトとかは結構うるさかったな。3弦だけやっぱりちょっと高くね、うん、なんか音量大きく感じます。大きくなるね。っていうね、話を比べると結構変わりますね。してたんですけど、ハードオフで9万9000当時9万90003年前に。ありえないよね。それハードオフドリームだね、絶対ね。そう、だからすごいね、ラッキーだと思う。だって10年前だって10万円以下とか見たことないっすよ、ソニックで。だってあれですもんね、もう僕高校生の時ってバンプオブチキンの人がソニックのギターを使ってすごく人気が出て、出たね、そのソニックさんで10万以下とかって見たことなかったんですけど、うん、チェックしますね。大好きだったんで、いやー、それ10万以下でってすごいっすね。すごいね、聞いたことないっすね、うん、普通に今だったら、今だとでも20万ぐらいとかになってますね。中古で。近々だと米兵さんってね、うん、なんていう、質屋さん、うん、が20万ぐらいで出してたり。なるほど。あ、そう。ストラトシェイプのやつを。へえ。いいな、これ。すごい軽いし。さすがに今は。
ないんでしょうね。でも言うて9万9千だったら買うって人そんないなかったじゃないと思いますよ、うん、それは、うん、うわ安って思うだけで、あーそっか、買うとはなってないんじゃないかな。9万9千か、うん、10万が手元からなくなると思うとね2020年のコロナ禍で不安な心境の時に10万あでも俺買ったなギター335買ったわがっつりヒストリックコレクション買ってたわがっつりだじゃちょっとそのソニックを弾かせていただきましょう。これねこのジャギンジャギンもう全然違うよね。自然とテンションを、うん、テンションが上がるわ、上げてくれるギターですね、うん、つけやすい感じ、うん、ニュアンス綺麗に出てる感じしますね、でも、あなんか引いちゃうわ引いちゃうわ、これ熱が入っちゃう、熱入っちゃう。邪気と邪気が合うね。そう、はい、これちょっともうちょっとロー上げてみていいですかね。ちょっとじゃあ弾いてみていただき、気持ちいいですね。